はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。47ニュースですね。これはいつ昨日かな、22日ですね、2日前ですね、に出ていたニュースでしてですね、習近平ですね、党史継承で権威固め、台湾統一に決意、生誕行事ということでですね、中国は22日最高実力者として改革開放路線への転換を主導した故鄧小平氏の生誕120年を迎えたと。習近平国家主席は北京の人民大会堂で開かれた記念行事で演説し、鄧氏が切り開いた中国の特色ある社会主義を前進させ、自身が掲げる中国式現代式で強国建設と民族復興を進めるべきだと訴えた。台湾統一は鄧氏の願いだとして統一への決意を表明した新華社が伝えたと。自身と鄧氏の継承者をと位置づけ権威を固める狙いというふうに書いてありますね。まあ、以下続くんですけどもですね、ここで一つ注目はですね、ベトナムのですね、国家主席と会ったですね、後の伝えられた習近平の動静ですね。で、これによってですね、クーデターは起こっていないと、習近平は無力化されていないという一つのエビデンスになりそうです。なりそうなんですがですね、ちょっと私が疑念に思うのは、鄧小平っていうのはですね、確かにこのですね、中国の繁栄のもとですね、改革開放路線を唱えて、それを実行して見事に中国を発展に導いたですね、まあ輝かしい指導者として今でも尊敬されてるんですけれどもですね、習近平はですね、その鄧小平がですね、やりかけたとか、まあ、やった実行したですね、資本主義に学ぶということですね、そして社会を発展させるという路線からですね、今後退してるわけです。元に戻ろうとしているわけなんですね、この習近平は。あですね、元に戻ろうと、どっちかというと多分習近平は鄧小平路線というのは好きではないはずなんですよ。むしろですね、鄧小平は中国の伝統をむちゃくちゃにしたと。だから文化大革命のような社会主義をもっとですね、実現する社会に戻さなあかんというふうに彼はどうやら考えててですね、その通りのことをやってきました。ところがこの演説ではですね、鄧小平をですね、こう称えてますね。ちょっと今までの習近平のスタイルとはですね、違ってですね、で何かうまくですね、自分の考えをこう入れ込んでということは、まあやってはいるんですけどもですね、やってはいるんですけども、歯切れが悪いなという感じがします。もしかしたらですね、習近平はですね、長老会議、北戴河会議ですね、でですね、自分の今までやってきた路線のですね、修正を迫られてですね、その修正を迫られたことに対して飲まされた、十いくつも提案をしたなんていうですね、ニュースもありましたね。だからですね、もしかしたらですね、その提案を飲まされてですね、これから微妙にですね、路線を修正していくのかもしれません。まあそれは分かりませんけども、なんとなくこのですね、こう演説の内容を聞いているとですね、あれちょっと変わってきたんちゃうのみたいな。で、あるいは まだですね、権力をですね、取り上げられたという説もですね、残せるんではないかなと、そういうことですね。その急に変えるんではなくて、徐々にですね、習近平から権力がなくなっているのをですね、徐々に周りに知らせていくというやり方が取られているのかもしれませんけどね、それは分かりません。まあ多分失ってはいないと思うんですけどね、なんか引っかかりますね。習近平に代わる
なんかいないんですよ。つまりそのこいつとりあえず代わりにせえってなる。だからですね、そのもしかしたら長老会議でですね、権力をある程度制限するみたいなことをやってですね、そのバックにはですね、軍がついているのかもしれません。いや、軍すべてですよ。だって警察より強いのは軍ですからね。なんで、うん、あの軍の動きがですね、未だにちょっとですね、ようわからんわけですけども、でですね、台湾統一は党のその願いだと、うん、なるほどね。まあまあ、鄧小平が台湾についてなんかうにゃにゃ言うてたという記憶は私には全くないんですけどまあそこはこじつけてでもですね、自分の台湾統一路線をですね、正当化するつもりなのかもしれませんね。まあ、ようわかりません。ようわかりませんけどもですね、やっぱりなんか変ですね。結論から言わせてもらえれば、なんかやっぱり鄧小平の周りで何か起こっているのかもしれないんですよね。ちなみにこの鄧小平とですね、彼の習近平のお父ちゃん、習仲君かな、という人はですね、まあ割合同じ年が違かったですね。で同じようにですね、失脚も経験して、ですね、まあ復活します。まあ、鄧小平は3回復活したんですけど、まあ習仲君は1回復活して、まあそれなりに一応上り詰めてですね、まあ最後はちゃんと日本風に言えば畳の上で死んだ人ですから、まあ悪くはなかったんだとは思いますけどね。お父ちゃんとそんなに鄧小平との接点は私が知る限りないんですけどもですね、習近平は鄧小平のこの何て言いますかね、こう資本主義っぽいやり方がですね、多分相当嫌いやと思いますよ。権威主義的なこうことが大好きです。だからですね、越平するとか大好きですよね赤絨毯の上歩くのも好きやしですね、そういうなんていうか、ちょっと映画講師をするのが大好きですね。まあそういったですね、習近平がですね、鄧小平を称えたと、まあいいんですけど、まあまだだから、本格的な失脚っていうのは、まあ、ないんかなと思うんですけど、でもやっぱり何か変ですよ。何かが変ですよ。まあもう少し見ていけばですね、何が変わっていたのかっていうのが分かるのではないでしょうか。はい、ということでこの47ニュースですね、習氏鄧氏継承で権威固め、台湾統一に決意、生誕行事というタイトルの記事ですね、アドレスを貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。